サッカーファンの皆さん、こんばんは。この模様をお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このゲームは所属するディビジョンが大きく異なる2チームのマッチとなります。まあ何か面白いことが起こるかもしれませんよね。期待したいですけどもね。さあ前半見ていきましょう。さあ北澤さん、今日の注目選手一人挙げてください。エジルですかね。はい、まあ、エレガントなプレイヤーですよね、うん。まあ、高い個人技、ボールコントロール、ええ、あとは決定的なラストパスが出せますからね。はい、当然監督も彼の働きに期待していることと思います。オウム川、チームが昇格するためには残された2試合どちらも勝利することが絶対条件となっています。まさに正念場、非常に白熱した試合が期待されます。弾かれてしまいましたがコーナーキックへと続きます。さあファーストハーフ、最初のコーナーキックになります。 AC ミラン、ズドン狙いしましたんですがヘディング決まりません。この試合初めてのシュートを放ちました。序盤にロセルソ、オウム川、先日は新たに選手契約を済ませたという情報があります。クラブのエージェントが連れてきた選手とのことですが、どうご覧になりますか？そうですね、クラブはエージェントの見聞きが頼りですからね。監督はいかに優秀なエージェントを見極めるかも采配に大きく関わるポイントだと言えますからね。サイドのスペースへ走らせる、左サイドのドリブル、さあ上げる、中央へ、ミランは過去の試合データを見ますとインターセプトが得意なチームとあります。これについて今日は警戒しなければなりませんね。そうですね、そもそもインターセプトされるということはこちらの攻撃パターンが読まれていることが原因になりますよね。単調な攻撃にならないように今日は意識することが大事になってきますよね。エラブデラウィからのフィードボール、サイドのスペースを使います。さあリカルド・クワレスマ、いい形じゃないですか。どうだ、ドルーズボール。ミランは今のようなディフェンス、このチームの特徴ですね。リトリートですよね。チームとしてきっちりブロックを作って相手にスペースを与えないように意識してますよね。パレですから長いボール縦へ、これは両チーム奪い合い、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ヒューバ、チャレンジはしません、後ろに流す。さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。ヒューバ、スルーパスを出す、さあミランボールです。ここをかわした、来た、1対1来たぞ、どうだこのシュート、いやー先制。さあまずは先制、美しくも主張するふわっとした一撃、そのまま打つのか浮かせるのかっていうお互いのこう駆け引き、それが楽しみましたよね。落ち着いてきっちり決めてきましたよね。先制ゴールを決めました、1対0。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、はい、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。サンソン、ロングフィードで狙う、このボールはつながりません。ヒューバ、これはつながりません。ふわっと裏を狙う、打つか、サンソン、
踏んでいくのか。狙いましたね。抜ければというシーン、レフリーはフラッグを上げました。難しいとこですよね。ギリギリいけたかなと思ったんですけどもね。シウバ、裏のスペースへ。このボールはカットされます。左サイドを上がっていきます。シウバ、レバンドフスキ、レバンドフスキからのスルーパスをカットしました。ふわっとしたボール、ここで長いホイッスル、前半終了です。前半終え1対0、まずは前半先制して折り返しました。まだ1点差ではありますけど、はい、しっかり守れてましたから、うん、内容としては良かったですよね、はい、あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実なサッカーをしていくのも方法としてはありでしょうね。なるほど。1対0でリード、後半に向かいます。セカンドハーフ見ていきましょう。ホーム側としては気持ちとして、あっ、ダメだ、来た、いやー、どうって、ミラン、ミラン追いつきます。クロスボールに頭で反応、いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。一旦仕切り直しですね、得点上は5分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、うん、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね。そうですね。ミランは今みたいなインターセプトが得意ですね。そうですね、しっかりパスコース予測できてますよね。シウバ、ここで前を向けるか。入りましたよ。裏へ抜けた、頭、いやー、これはわずかに右でした。ペドロメンです。ここで丁寧にコントロール、サイドを使う、この位置でボールを受けます。プレスからボールがこぼれる、もう一度上げる、打った、いやー、レバンドフスキ、ドンピシャのクロスボールだったんですが、これは決まりません。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね、今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、そうですね、バランスですよね。ミランが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ジョバンニ・ロセルソ、ホーム側としては後半の入り方は良くなかったですからね、まずは落ち着いてゲームを作り直したいという状況でしょうね。まだ同点ですからね、焦る必要はないと思いますけどもね。サイドを縦に走らせます。さあボールはレバンドフスキへ。さあどこに出してくる。選手交代のようです。得点には絡みましたが、ここで下がります。大きくサイドチェンジです。トムキンスからレバンドフスキー、ザーザー、ボールを下げてリズムを作るか。
交代の枠はまだ2つ残しています。これはスローイン。大きくサイドチェンジ、長いパスがつながります。パレです。素早いパスで攻め上がっていきます。この位置で受けるシュート、勝ち越し、勝ち越し、一歩リードです。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないでしょうかね。出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたので、こういうゴールが生まれましたよね。シュート止めた。いや、今のは北澤さん、本当によく触りましたね。いや、素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。ミランはこのようなショートカウンターが起点になるケースが多いんですよね。そうですね、今日は相手が前がかりに来ているので、空いてるスペースに長いボールを入れたりとかすると効果的だと思うんですよね。こうやってハイプレスさえ抑えて、ミドル。ミランは今日3本目のコーナーです。サイドを縦に走らせます。上げる、いいとこまで行ったんですけどもね。そうですね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。はい、ロングフィードで狙う。ジョバンニ・ロセルソ、スルーパスを出す。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。スルーパスを出す。チャンス抜けた。仕掛けるか。低いボール。危ない。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。上げる。これは合いません。ホーム側としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。ミランとしては早めに縦へのボールを入れたいですね。裏のスペースを狙う。もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。ザーザーと、これはつながりません。大きく縦へ、メストエジル、緩く狙ったボール、主審上を口に加えて、今試合終了です。2対1、勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。さあ、いかがでしたか。いや、非常にいい試合でしたね。持ち味を発揮しながらね、素晴らしい攻撃を見せてくれましたよね。特にこう中盤の攻防、非常に見応えありましたよね。はい、ありがとうございます。